サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日の舞台となるアルベイトスタジアムでは、試合開始を待つサポーターのボルテージが徐々に高まってきています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは FIFA ワールドカップ準々決勝の一戦、日本がブラジルと戦います。準々決勝に残ったチームですから、どちらも実力は十分、見応えのある試合を期待できるでしょう。キックオフが待ちきれませんね。試合開始です。日本のキックオフで前半が始まりました。日本のスターティングメンバーを見ていきましょう。冨安と吉田がセンターバックに、遠藤と森田が中盤の真ん中、前にはストライカーを一人置いています。この選手が攻撃の軸となりそうです。ブラジル代表のスタメンをご覧ください。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、マルキーニョスとチアゴ・シューバがセンターバックに、ルーカス・パケタとカゼミーロが中盤の真ん中、そしてトップはリシャルリソンです。誰もが活躍を期待するネイマールです。福西さんはこの選手のどんな点に注目していますか？やはり決定力でしょう。ゴール前でも落ち着きを失いません。これはあるか。キーパーがボールを確保します。どうだ。シュートまで持っていきましたが枠には行きません。リシャルリソン、ネイマールに渡った。ここで取り返す。タックルが決まりましたね。ドリブルでボールを運びます。フィニッシュまでは持ち込めず、ボールは相手チームへ渡りました。南野、遠藤、パスをつないでチャンスを伺っています。お互いに我慢のしどころでしょうか。南野匠、南野、ディフェンスが冷静に処理します。ネイマール、このロブパスはよくスペースが見えていました。裏のスペースを突こうとしましたがオフサイドになりました。前に出るタイミングが早すぎましたね。狙いはいいので同じような形でどんどん仕掛けていくといいでしょう。南野、さあリードできるか。来た、先制ゴール。映像が来ました。クロスをピンポイントで合わせてきました。そして最後はうまく頭で合わせました。1点を追うブラジルのキックオフです。このまま終わるつもりはないでしょう。ブラジルのフリーキックになります。ビニシウス・ジュニオー、リシャルリソンに渡る。相手の位置を確認しています。ここでホイッスル、ハーフタイムです。
さあ後半戦が始まりました。ブラジルが1点を追う展開、ここからの反撃が期待されます。南野、パスを出した先は相手の選手、ハフィーニャ、マークを振り切ります。カウンターを仕掛けるチャンスです。このカウンターは要注意です。オフサイド、オフサイドです。ハフィーニャ、ボックス内にクロスが通ります。緊張する場面が続いていましたが、これでひとまず安心です。サポートを使えそうです。遠藤、南野、シュートをブロックした。南野拓実、アリソンのダイビングセーブ。ボールを入れた。ヘッドは精度を欠いたか、キーパーにセーブされました。ダニール、裏を狙ったロブでしょうか。通ればチャンスです。ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できていますね。ブラジルに選手の交代があるようです。ショートコーナーだ。ここは形になりません。ゴールキックです。ボールは日本へ。さあ日本が仕掛けていこうかという場面。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。ブラジルが選手を交代します。エリア内へ向かうか。このボールはキーパーが抑えます。ネイマールが絡んでいきます。絶妙なロブパスです。試合終了まであと10分となりました。同点に追いつけるか。プレーは続いています。ここはよく守り抜きましたね。遠藤、かわした。さあどうする。アリソンが反応した。ゴールを許しません。交代があるようですね。ブラジルがメンバーを変更します。コーナーからエリア内へ。コーナーキックはキーパーが対処しました。遠藤、試合終了。この結果、次のラウンドに進出するチームが決まりました。いやー、見応えのあるゲームでしたね。チームは巧みな試合運びを見せ、リードを守って勝利しました。次のラウンドでもこういうサッカーを披露してくれることを期待しましょう。この選手ですが、今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。今日も見事なパフォーマンスでしたね。相手にかなり警戒されていましたが、そんな中でも勝ち越しゴールを決めてくるのはさすがです。